トラちゃんは前がバラバラだから前の人の数。おとなしいなぁ。おとなしいですね。そうでもないです。かわいいなぁ。かわいいね。あなたはおとなしい、賢いね。ここ頑張った。50回。すごい。すごい。尻尾の振り方がまた綺麗ですよね。しなしなしなって感じで。上手。ここちゃんよう頑張りもいったここ上手やってありがとうってもう頑張りましたねとちゃんあのおとちゃんとの出会いを教えてください。出会いはあの愛護センターのホームページ の、はい、あの 迷い犬情報の工事の写真それをじゃあちょくちょくご覧になってたんですか。 なってましたね。あのなんか愛媛県が結構殺処分数ワースト全国ワーストっていうのをまあちょっと私県外長い間いたんですけどこっち帰ってきて、まあ、愛媛県の保護犬のなんか実態を知って、まあ、どんな子が収容されるのかなと思って、まあ、命の危険は1週間って聞いてたんで毎週コロコロワンちゃん変わるじゃないですか。それでどんな子が入っとんかなって言ってもう別に深い考えはなかったんですけどそれでずっとチェックしてたみたいな。たまたまおとちゃん見つけてみたいな。なぜか収容されてる子結構毎週のようにこう変わるんですけどおとちゃんの写真だけがなんかどうしても気になって、うんうん、あの子どうなったんやろうなとか考えるようになってもう1週間しかなかったんですけどセンターに連絡してまだいますよみたいなでまず会うだけでもいいけみたいな感じで見に来るだけでもいいよみたいな感じで言われたんでまあ見に行ってみたいな流れがはいまずありました、はい、で見に行ってどうでした？どうでした？様子的にはなんかすごい外に出してもらってたんですよ、はい、おとちゃんに会うっていう面会するっていうのが、ピー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 すごい泣いててピー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 それは何年前ですか？もう6年経つんかな6年ぐらい前これぐらい大きくはなってた、ね、なってましたねだから、はい、ピーピー言ってたピーピーっていう鳴き声ワンワン言わなくておとちゃんもうこの子連れて帰らんかったらもう殺処分になるんだと思ったらもう選択肢はもうなかったですねもう連れて帰るしかない、ないんだなっていうふうにでその時はボロボロだったんですよ本当ガリッガリのボロボロで今とはちょっと違う感じですかそうですねもう老犬やけんもう多分余命そんなに長くないと思うって言われたんでまああと数年ぐらいやったらうちで余生を過ごしてもらおうかなっていう気持ちで引き取りに行ったんですけど、はい、会って歯をめくったら真っ白だったんですよということは老犬ではない歯が綺麗全然こう毛がないんですよねこのお腹の部分がわきっとお腹もスカスカないけどこの子も全然脱毛しててかわいそう これがさまよってたんかなそうかもしれないガリ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 でしたねまばらが浮いててもうなんか散歩してて、はい、近所の子供たちに、はい、あの犬痩せてるって指さされてたのがすごい悲しかったですね先住犬の子は結構綺麗もなってる状態、はいまあ、この子も保護犬やったけどそうなんですよこっちの子は白いけど毛並みの違いが多分これで目の違いとかがこっちがおとちゃ ちゃんそうそうそう、だからこの子がすごい可愛い可愛いって言われる子だったんで、はいはい、もう一頭の子が、うんうんうん、だからいつもなんか比較されて可哀想な時期だったんですけどそうなんですね目が全然笑わなかったですね何ヶ月かは今のどんぐりお目目じゃないですね全然ないですね暗い顔してましたねやっぱね愛情で動物って変わりますよねそれが本当びっくりですね、うん、アレルギーでひどかって、はい、アトピーって言われたんでこれ一生、はい、ね柴ちゃんってアレルギー多いし、はい、結構買い替えで悩もうかなと思ったらもう2年ぐらい前からピタッと回ってそうなんじゃ毛の調子が本当に年々良くなって、よかったねおとちゃん幸せ者やおとちゃんおとちゃんこれからの、はい、おとちゃんに何かメッセージを送るならありますか、
どうなんだろうね、お父ちゃん。元気なうちに、ね、お出かけ好きやけん、うん、一緒にできるだけいろんなとこお出かけ連れて一緒に行って、はい、で思い出いっぱい作ろうねって、うん、はい、まあ愛護センターのからその犬を引き取るときに、多分おそらく皆さん譲渡会っていうのをご存知だと思うんですよ。それはまあ子犬が多分譲渡対象になってると思うんですけど、お父ちゃんみたいなその迷い犬も実はまあ県内の人であればなんか引き取れるっていうのはあんまり知られてなくて、公にあんまりされてないんで、私が今言っていいかも分かんないですけど、まあ、申し出れば、まあ、どんな子か分からんけどっていうのを覚悟あるけど引き取れるんで、まあ、そういう子もいるよっていうことをまあ知っていただきたいなっていうか、はいですね。こまめに写真チェックしてピンときたら、もうどんな子でもいいけん保護犬をなんか助けてあげたいとか、一緒に家族にして幸せにしてあげたいという方がいたら、ぜひ迷い犬もちょっとチェックしていただけると嬉しいなと思います、はい、寒い日や雨の日、車のエンジンルームに猫が入っていることが、そのままエンジンをかけると車も猫も大変な事態になります。ボンネットを叩いてチェックだけだと大きな音に驚いて猫は身を固めてさらに隠れてしまいます。ボンネットを開けて猫がいないかチェック、同時にウィンドウォッシャー液やブレーキ液、バッテリー液やエンジンオイルなどの量のチェックもできますね。ほんの30秒の手間で車も小さな命も守れます。これでよし。国道56号沿い伊予郡正木町神村動物病院は猫ワンを応援しています。猫ワン愛護センターからもらわれたらそこで終わりじゃないんですね。そうですね、うん、やっぱりあの何度もセンターの方遊びに来ていただいてる方もおられますし、やっぱり飼ってると悩み事とかあのお困り事とかもあの出てくるので、そういう時にちょっと相談しやすいあの場所でありたいなと思います。それでこういったイベントを開催されてるんですね、はい、今からワンちゃん飼おうかなって思ってらっしゃる方にぜひメッセージをお願いします。はい、あのやっぱりセンターでよく言うことなんですけど、やっぱりあの犬猫って本当長生きします。あの今本当20年超えてもあの長生きしてる犬や猫もおりますし、やっぱりあの15年とか10年とか考えてもあのご家族の皆さんの状況もやっぱりあの20年経ったら変わられてるし、お子さんも大きくなられてるし、それと一緒で犬や猫も年を取るので、あの最後まで一緒にいるっていう判断し続けることができるかっていうことは飼う前によく考えていただきたいです。あのセンターの譲渡はセンターに収容される犬猫もあの減らしていく、ゼロにしていくためにあの譲渡しておりますので、あのそこまで考えてあのちょっとお迎えしようって考えていただける方はぜひセンターの方にもあの来ていただけたらと思います。ただいま。お家古くなっちゃったね。そうだ、ちょっと待っててね。なんだこの行列。猫ワンを応援しています。猫ワン。ナチュラルケアドッグアカデミーはワンちゃんも人も自然体でいられる楽しいドッグライフをお手伝いします。幼稚園やしつけ教室ではプロのトレーナーが愛犬に合わせたトレーニング方法をご提案。新たな取り組みとしてハーブやアロマなどの自然を取り入れたサービスやワークショップにも力を入れていきます。ナチュラルケアドッグアカデミー。犬や猫、フェレット、ウサギ、
ハムスターなど、心配事は何でもご相談ください。一緒に解決していきましょう。一色動物病院猫ワン、そろそろお別れだよ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。